食べてみましょうよ。食べてみる、うん、まあのこれどうやって開けるんだろう、まあ、こうやってそっから。これ昔からこういうパッケージだったのかな。こうやって B10 出た。いやもうみんな開けてくれてると思いますよ。あ、違うわ、これルックチョコレートだ、うん、今絶対それと間違えてると思った。ルックも美味しいけどね。なんだっけ、なんとかボンボンチョコレート、ウイスキーボンボン、うん、じゃないのこれ。これと違うの。引き出しデカめ全部同じとこに入れないの違うんだ。違う、ウイスキーボンボンとかよく世間のウイスキーボンボンってそのチョコの底がちょっとダラダラしてたりするじゃないですか、お砂糖で。全然違うでしょ。ああ、ザラザラしてた。そう、だから多分俺ね、ウイスキーボンボン食べないんだよ。ザラザラしてるから。うん、忘れるぐらい食べてないね。なるほど。食べたことある？あると思います。これはよく出る、うん、で冬の風物詩。よくこっちかな、ラミーですか。いや、ラミーよりバックスだった気がする。ラムレーズンが B10 で流行ってたことありますよね。知らない。あ、ちょっと買ってきてましたよ。全然わかんない。うそ。だって俺基本おじいちゃん自分で買って。ゆうことともこと京子です。そうだよね。そうだよ。毎回あのお菓子を揃えて何かやってるなっていう印象は ありますよ。ひどい。その程度。お菓子を揃えて。私と聖書さん。毎回これだ、これだから。私と聖書さんが被らないようにどれだけ苦労してるかって。そうなの。そうですよ。それも打ち合わせしないであえて被りたくないってよくわかんないあのあれ。でも今日タグニさんは、うん、間違いなく聖書さんがバックスは買ってきますっていう。あ、素晴らしい。これですよ、この理解度ですよ。でもだからダブらないってことね。そうそうそう。だけどバッカスは、はい、聖書さんが買ってくるから。これ何これ。カルバドスです。これ何が違うの。お酒か。いいか、食べろ。食べてください、食べればわかります。うん、あれやばい、これ区別ついてないもん。あれちょっとタンケさん、目を閉じてみて、うん、で、どっちかをオードちゃんが食べさせてくれます。うん、当ててください、うん、ちょっと待って。ラミーはね、分かっちゃうと思うんだよな。あ、ラミーは行かないですか。ちょっと待って待って、はい、俺は、はい、俺の舌を、うん、俺ここでほら、どれが値段でさ、同じお菓子かなんかで、うん、どれはっていうの当てたの俺だけじゃないですか。あれ、その記憶がみんなないの。だったかな。あれ、あれでしょ。ポテトチップスでしょ。だっけ。あ、ポテトチップス。いや、ちょっと待って、当てられないのよ。ポテトチップスだっけ、おかしくないですか。なんかやった、なんか。あの、高いやつで、ね、買ってきたやったんですよ。そうそうそう。そうだ、これは形が違うからバレちゃう。バレちゃうし、中の構成物も違うから、多分バッカスとカルバドスはちょっと、あの、ま、ワンチャン間違いがあるなと思っていて。絶対大丈夫です。左手を出してください。はい。これはどっちでしょう。カルバドス。おとちゃん正解は。ほら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 。な、あのね、説明できないだけでね。舌は確かに。わかんないわけじゃないのよ。わかんないわけじゃない。あの、語彙力がないから。嬉しそう。めっちゃドヤ顔されてんだけど。よかった、当たって。危なかった。さすがにお魚種類がそこまで違うね。ええ、はい、うん、リンゴ好きだしね。あ、リンゴ好きだしね。理由、リンゴ好きだしね。はい、これカンケさんじゃこっちの方が好き。あ、じゃあもう、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。カンケさんの推しはカルバドスです。カルバドスです。もう一個食べてないけど。食べる、うん、もう一個食べた。ブドウ。すいません、動画を締めようとしたらこれ。そう、大丈夫ですよ。ブドウです。うん、気になってる。カフェラテで口はチャラになるんですか。お茶ごめんなさい、うん、コップをちょっと。コップある、コップある。いや大丈夫です、大丈夫、もうその全然大丈夫。そんなことしなくても全然大丈夫。失礼。あ、そうか、これは目をつぶる必要ないんだよね、うん、そうです。これラミーです。違い分かります、うん、これが世間的には多分一番人気なのかな。箱にもそう書いてありますね。うん、私バッカス派ですけど。
売り上げ第1位、第2位。ラムレーズンみたいな感じ？まあそうだよね。うん、ラムレーズン大好きなんですよ。おえ、さっきのラムレーズン祭りの話全然残ってない。なんであんなに冬買ってきてましたよ。何冬か。俺の好きなラムレーズン。買ってきましたよ、もう。ここ2年ぐらいは、この季節はずっとラムレーズン。うん、お酒入りのチョコもね、出して。あ、でもやっぱりこれ、うん、1位。うん。かな。でも、俺のラムレーズンじゃないね。俺のラムレーズン感があんまりないで、だからこれとね同率1位な感じです。迷うね、迷っちゃう、うん、もういいの結論、俺のラムレーズンじゃない。そう、俺のラムレーズンじゃない。ちょっともうテロップ入れてください。俺のラムレーズンじゃない。そうか、ごめん、俺が好きなのは、うん、レーズンバターだ。やかましいわ。収録するよ。